縄をはじめとする全国民の声です。しっかり聞いてください。しっかり伝えてください。思い出ます。内閣総理大臣安倍晋三様、防衛大臣高谷健様、申し出しょう。沖縄一つの反戦事務次会監督と安倍政権は辺野古新基地建設への工事を再度強行しようとしています。この暴挙を私たちは許すわけにはいきません。昨年は沖縄の民意が新基地建設のを明確に示した歴史的な年でした。1月の名護市長選で南市長の再選、9月の名護市議選で基地反対の議員の半数以上の当選、11月の県知事選で現職に対する順位安定差での小川新知事の圧倒的な当選、12月の新議員選では沖縄の小選挙区、教育すべてで辺野古反対の候補が当選しました。どれをとっても沖縄の民意は新基地建設のと発揮しているのです。しかし安倍政権にはこの沖縄の声を受け止める姿勢は微塵も感じられません。昨年末や年始にかけての小長知事の状況に際しても安倍首相、菅官房長官、高谷防衛省をはじめ閣僚のほとんどが面会を拒否しました。それだけではなく小長知事が工事の検証見直しを表明しているというのに、1月10日の午前から未明にかけて私ども闇に紛れ工事機材の搬入を行い、中断していたボーリング調査の強行を準備しています。合わせて警備を強化し、基地反対を叫ぶ市民をさまつなことで逮捕したということも報道されています。こうした防止の強行は、たびたびの選挙や世論調査によってより一層鮮明になっている基地建設反対の沖縄の民意を無視し、踏みにじる行為であり、断じて許されません。東村高江のヘリパッド建設工事についても警察に反対し、座り込み行動をする住民を排除するため、現在日米共同仕事となっている県道の予測帯を米軍使用専用区域に変更し、掘削を設置することを防衛省が画策していると聞いています。さらに南に島への自衛隊配備や常態化するオスプレイの車間飛行など、人々の生存を脅かす軍隊の押し付けは許されるものではありません。一貫申し上げます。一つ、辺野古への基地建設を中止すること。二つ、高谷のヘリパッド建設を中止すること。三つ、オスプレイの配備を撤回すること。四つ、与那国への自衛隊配置を撤回すること。以上、よろしくお願いします。以上でしょうか。はい、じゃあ2通用意しましたので担当させてください。よろしくお願いします。辺野古に基地は作らせないぞ。辺野古に基地は作らせないぞ。皆さんが結集していただきました。どうもありがとうございました。